はい、ただいま。どうだろう、ポタポタ治ったかな。どうですか、ポタポタ治った。エリー出しちゃい。ワトツ、いつもありがとう。オッケー。ああ、よかったよかった。やっと入れた。ああ、やっぱり入れなかったんだ、月見ちゃん。なんかね、ずっとね、ポタポタだし、なんか、あんまり良くなかったって言ってた。リュウさん、初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。和道と言います。面白かったらでよかった、いいんで。フォローしてってください。面白かったら。治った？ああ、よかったよかった。教えてくれてありがとう。そうそう、どうしてもね、リスナーさんの状況は見れないから、教えてもらえるとありがたいんだよね。いや、今、ポタポタしてるよとか、音割れてるよとか、うん。リスナーさんに教えてもらえると。うん。みんなプツプツ出して入れない人もいたみたい。今、治ったって言われた。ワドツー、いらっしゃい。今週休みあと何回あるんだ。あと1週間ぐらいで4万じゃねえや、5万稼ぐとして、そういうのもだんだんね、計算しながらリスワン取ったりねするのに、だんだんね、なんだ、こうしていかないとああしていかないとっていうのができてきて、そうシフト表を見ながらね、計算しながらやってるんですよ。私の電波ダメっぽいから、また遊びに来るね。あ、マジで？ノンタ今後ろにいる。はい、ワイリー、久しぶり、ワドツ。ホーライ、ワドツ。電波ダメなんだ、モフモフ。残念だな。残念ですね。まあ、ふわっちはね、大手配信者がバーって軒並みやってるゴールデンタイムは結構ね、ポタポタになるからね。明日が休み。土日休み。まあ、休み多いから、企画なん、一発企画立てたいかな。一発企画立てたいっていうのはあるね。あとね、ワドオフィシャルホームページ、ちょっと作り直そうと思ってるんで、ワドリスナーさん、楽しみにしててください。なんか、こういう機能をつけてよとか、こういう面白いサイトにしようよっていうアイディアとかあったら、バイトのシフト、まあ、バイトっつってもね、A 型作業所って言って、普通のバイトではなくてね、障害者の人が、働くっていう、そういう場所があるんですよ。健常者の方はね、作業所ってあんま聞き慣れないと思うんだけど、配信での稼ぎ方がいまいちわからないです。いや、それね、まあまあ、まあまあまあ、俺はね、まあ、まあ少ないですけど、ぶっ飛んで稼いでるわけじゃないですけど、まあ月、今、10万現時点で稼げてるんですね。まあ、月ではないか。多分おそらく15万ぐらい。多分最高記録を出すと思うんですけど、ニコ玉では7万円とか11万円とかは行ったことあるけど、人気が出てきたら稼げるようになりますよ。正直。だから、お金を稼ぐっていうんじゃなくて、最初の3年間は、本当に、なんだろう、リスナーさんを楽しませることができるかどうかだと思いますね、僕は。正直言うと、面白かったら人集まるじゃないですか。で、人が集まったら絶対ビジネスチャンスって生まれるんですよ。で、人が集まらないと結局そのね、お金払おうとか課金しようとかってならないじゃないですか。だからまず、人がどれくらいアベレージで集まるかじゃないですか。ただまあ、人少なくても稼いでる人はいっぱいいるし、ぶっちゃけな話、スタイルってあるんですよ。
僕のスタイルと今ふわっちで稼いでるのってあの添い寝系の人たちじゃないですか。イケボで画面がそのアニメの画面でイケメンの画面で女の子をメロメロにするっていう人たちがもう100万とか稼いでるんですよ。だからどういう風な稼ぎ方をしたいかによって変わると思うし、あとその蓬莱さんが何が強いのか、うん、強みはどこなのかだと思いますよ、うん、普通の雑談でやっていくのと FX 配信やっていくのとね、イケボ配信でやっていくのとか全然違いますからね。そこは一概には言えない、うん、そこはねセンスだよね。センス。こんばんは、あやかいつもありがとう、ハートありがとう、嬉しいです。まあ配信は奥が深いよ本当に。でもね、俺はこれだけは言える、一番大事なのは楽しむこと、もう配信が好きかどうかだけだと思ってるから。基本給がないわけだから不安定さにどう対応していけるか。いやでもそういう商売ですよ結局。自営業ってそういうもんだ。自営業でその社長とかもそうだし、いつダメになるのかわかんないんだよ。それはもうだからその感覚に近いよね。昔の経営やってた頃の怖さみたいなのが出てきた。 FX といえば春日って言うけど、俺は春日は FX が別に FX が受けてるとは思ってないから、本格的な FX 配信者じゃなくて、あれは FX で失敗するのを、素人が失敗するのを楽しむっていう感じだから、どちらかというと俺は春日は雑談配信者だと思ってる。 FX で別にね失敗ばっかりしてるからね。 FX で金を溶かしてお母さんに怒られるのを見る枠だよね自営業の感覚に近いね。うん。トミコさんいらっしゃい、どうも楽しんでいってください。そんな感じだろうな多分ね。失敗が面白いんだよね春日は。だから俺は FX ジャンルだとは思ってないけどな何の参考にもならないからね。逆に春日の逆張りやってたら儲かるんじゃないかっていう、ね、それ思わない？ FX でくっそ下手な人いるじゃん。だからもうこいつは負けるって決めつけて、もう逆張り一点張りずっと反対側に張るみたいな。そしたら億万長者じゃなれんじゃないの。古代さんいらっしゃい、ワドツ。TMPMJP さん、抜けて生活できなくなったら配信以外の仕事でも働いて生活していきますか、再度生活保護を受けますか。ですね、まず前提として僕働いてるんですよ今。まずそれが1点目。働いてるって言っても A 型作業所って言って、障害者が働く施設と会社の半々ぐらいのところで働いてます。でまあ7万ぐらいお給料いただいてます。で僕は生活保護一回抜けるんだったらもう二度と戻ってこないっていう、その自分に約束をして抜けるっていう風に決めてるんですよ。もう生活保護には戻らない、逆にその国にね税金払って同じような境遇の人を助ける立場に回りたいっていうのが今の考えですね。はい。ハート5個ありがとうございます。それは正直なところですね。本業で30万以上稼いでるぜ。本業は何なんですか、富子さん。30万あったらな、俺の年齢で30万あったら相当リッチだよな。3、40万稼いでたらもう金に困らないし、ね、奥さん子供養えるよな。おー、中野ちゃん、フワヌーボーありがとうございます。はい。はい、ミンいらっしゃい。ミンミンいらっしゃい。ミンミンさ、文字読みづらくない？これなんでスラッシュ入ってんの？ミンミン読みづらいんだけど、なんか。風船ありがとう。
風船ありがとう。いや、このさ、みんなの積もり積もったアイテムが、10万ですよ。ああ。PC サーバーを届ける仕事、ほう、なんか面白そうだな。サーバーを届ける仕事、ほう。イメージわからないけど、なんか、その、なんかに特化してやってるんだろうな。すごい。うん。風船ありがとう。うん。フォローありがとうございます。新しいフォロワーさん、鬼車さんフォローありがとう。風船ありがとう。うん。そうだね。いや、まあ、ペース的に言ったら23日間で10万稼げてるわけだから、まあ、あと5万でしょ。ペース的に言ったら、まあ、俺は15万は超えて、多分18万ぐらい上昇かったら行くと思ってるね。中田ちゃん、フワヌーボー3つありがとう。ミミ、風船ありがとう。会社がスマホの、会社がスマホ設定とタブレット設定をやってるから。ほう。なんか、穴を見つけたんだろうね、多分ね。ここだっていうね、ビジネスチャンスを掴んでるんだろうな。うん、風船ありがとう。あ、飲んだ、歯磨き終わったかな。終わった？うん。のんたんの声が好きなんだよな、俺。なんか、面白い喋り方するんだよね。俺、声の特徴ある人大好きで、のんたんの喋り方結構、萌えなんだよね。オタクっぽい喋り方するんだよ。オタクっぽいっていうか、なんかね、もうほんとアニメみたいな喋り方するの、のんたんって。それが面白いよね。俺が好きなのは、あの、警察に連行するときの、来ないでー！来ないでー！来るなー！来るなーか。来るなーって言って、ちっちゃいおばちゃんが警察にズリズリ引きずられてるのが面白い。警察に、ああ、お姉ちゃん、ああ、ずぶ濡れだよ、どうしたのって言って、来るな！来るなーって言って、ズルズルズルってこう、連行されてくのんたんの声が結構ね、ツボなんだよね。あれ面白いよね。のんたんはね、配信あんま映りたがらないかな。うん。そんな拒否っていうわけじゃないけど、まあ、気分がいい時だね。うん。気が乗ってる時。ホーライさん、パフェプレゼントありがとうございます。上司から動画の動画配信の許可はもらってる。あ、そうなんだ。そうそう、全然いいね。会社がそうやってバックアップしてくれるんなら。YouTube に動画残ってるよ。俺の YouTube に動画残ってる。来るな来るなあ、マシさんいらっしゃい。初見さんかな？彼女がいますね。もともとリスナーさんで、最近付き合った彼女がいます。うん。のんちゃん後ろで動いてる。もう布団でもぞもぞやってんだろうね。へー、上司に YouTuber。へー、面白い面白い。すごい時代だな。すごいっすね。え？うん、俺、バックミュージックかけて、何？バックミュージックかけてから聞こえづらいんだよ。どうしたの？お腹にカイロ貼る。え？お腹にカイロ。お腹にカイロ貼るの？うん。わかった。お腹にカイロ貼るんだって。まあでも副業でね、稼げる時代だよな。副業で稼げる時代ですよ、本当に。うん。いいじゃん。いや、なんかカイロ好きなんだよね。てか女の子ってカイロ好きじゃない？なんで女の子ってカイロいっぱい持ってんだろうね。女の子がカイロを買うイメージある。男でカイロつけてるやつとか持ってるやつ見たことないもん、俺。あれはだから女の子が買ってるもんだよね。お腹が冷えるからか。あ、そっかそっか。はいはいはい。お腹ね。冷え性多い。あー。冷え性って男聞かないもんね。男で冷え性とかなんかちょっとクスッとくるもんね。はってなるよね。うん。いらない情報だよね。うん。のんたんのコメントは結構ツボなの。いや、コメントうまいよ。職人だよ。やっぱり。
あの、昔から、もうだって、ニコ生立ち上げの頃からコメントしてるし、あの、2チャンネラーだよ、その前は。職人ですよ。はい、リュウさん、風船30個ありがとう。はい、40個ありがとう。はい、50個ありがとう。Thank you! いいね。また稼いでしまったな。また稼いでしまったよ。止まらないよ。でもさ、俺さ、金梅さんとかのところ人数すごい多いわけじゃん。金梅さん俺の十何倍いる？ねえ、それこそ言ったら20倍ぐらいいるわけじゃん。でも収入は20倍ないわけじゃん。愛されてるよね。俺も結構もらってる方だと思うよ。ポイント。人数の割には。可愛がられてると思う。リスナーさんに恵まれてるよ。当たり引いてるよ。当たりリスナー引いてるよ。そう思わない？結構雑談系でね、可愛がられてる方だなって思うんだよね、自分で。人数の割に意外と稼いでない人いっぱいいるんだよ。てか、アイラがすごいよね。人数さ、アクティブ10とか20なのにすっげえね。おい、エリちゃん。風船ありがとう。ありがとう。ありがとう。そう。ありがたいよ。明日配信何やろうかな。なんか新宿ばっかり歩いてるから知らない街歩くのもいいよな。東京の行ってない街を。せっかく東京にいるんだからね。今日もスクワットする？昨日の参加したかった。昨日スクワット何回したと思ってんの？すごかったんだよ、エリちゃん。昨日何回した俺、のんたん。カニが6個でしょ？カニが6で15だから、カニ何個だったっけ？ 6 個だっけ？カニが6個で、スクワット。とりあえずスクワット75の60の、で、エリちゃんの5だから、140回だよ、連続で。多分。東京のデッドゾーンか、西成とかね。いや、俺はもう、いつでももうスクワットしますよ。入念に、毎日入念にマッサージとストレッチをしてるから。俺の太もも商売道具だから、これ、今。稼いでますよ、この太もも。おじゃんじゃんください、もう。何回でもやりますよ、ほんと。もうメンテナンス、もう一郎みたいだもん。メンテナンスにメンテナンスを重ねてるもん。カニ祭りだった。いやね、それがね、いや、パチンコで勝ったら、ありがとうございます中野ちゃん行くぜ。カニ祭りやったのよ。あ、カニ祭りじゃない。パチンコで勝ったら、やるよって言ってて。で、俺は、ああ、じゃあ勝ってよ、勝ってよ、みたいな。俺も勝ち祈ってっから絶対勝てるよ、なんて言ってたんだよ。そしたらなんか、ありがとうございます、中野ちゃん。そしたら、すげえさ、勝ったみたいで、もう、思ってたよりも、バン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 カニくれて。そしたらもう、のんたんが、ありがとうございます、行きます。そしたら、何？のんたんも、なんか、もっとやれよ、みたいな感じで煽ってきたから、じゃあ、アイテムよこせよ、って言って。そしたら、のんたんが爆発して、みんなが乗ってきた感じ。いや、全然いけるよ、もう、ムッキムキだから。ああ、こんなんじゃ全然全然。エリちゃん、ありがとう。もう、全然余裕ですよ、もう。よいしょ、あれ？あ、全然ですよ。はい、5回へ。はい、エリちゃん、ありがとう。行きます。20回連続とかね、もうね、昨日のに比べたらね昨日のに比べたら全然でしょ。よいしょ。もう全然余裕だから。全然余裕余裕。はい、エリちゃんもう一個つありがとう。1回2回あ、もうこんなんじゃね、昨日汗だくに。いや、まだまだいける、まだまだいける。よし、中野さんありがとう。中野さんの分いきます。あ、全然余裕。はい、エリちゃん、ありがとう。
ああ、全然余裕。ああ、まだまだいけるよ。あと10回。あれ ?15 回ね。1回。痛い。2回。3回。ちょっと待って。カウントできない。4回。5回。あと何回?あ、マチルダ許したい。何回だ?あと5回?違うか ?1、2、3、あ、きつくなってきた。4、5回。これで終わりかな?もう5回やっとく?あれ?もう5回だっけ?いや、もう5回いきます。いて、2回。3回、4回、5回、ありがとうございます。飽きたこれ。ありがとう。中戸さん、エリちゃん、ありがとう。気持ちいい。超気持ちいい。花火最高。マジで太もも今、聞いてるよ。僕の太ももがビルドアップしてます。いいね。いいね。ありがとうございます。よし。太ももだけ異常に発達してるからな。パーフェクトボディ。あのさ、ケイン小杉の英語ってさ、絶対間違った英語だよね、あれ。なんか、あのさ、ネイティブっぽく喋ってる日本人のやり方だよね。なんか日本人がネイティブっぽく喋るとこうなるよねっていうさ、典型的なネイティブの喋り方じゃん。本物のネイティブじゃなくて。わかる?言いたいこと。ニッタ。吉貞さんって読むのかな?よ、ニッタさん、風船ありがとうございます。のんたんがワドニーするので手伝うわ。ワドニーとか言わないでください。ワドニーとか。ワドニーってワドでオナニーのことだよ。あ、でもね、もうほんと俺のリスナーさんはほんと俺でオナニーするからね。うん。結構女性リスナーに聞いたことあるんだけど、あの、ニコ生だとね、コテハンつかないから、あの、こういう赤裸々なこと言えるんだけど、アンケートとかあったり、和道でオナニーしたことある女性で手挙げられる人いる?いや、本気で一回やったことあるわっていう人。もうここはいいでしょ。もう和道リスナーだけしかいないんだから。和道でオナニーしたことある女性リスナーさん手挙げてください。アイカいらっしゃい。キットさんいらっしゃい。あ、アイカ俺でオナニーしたの?どうだった?どうだったワドニーは。ワド帽子似合わない。そうだよね。キャップ似合わないんだよね。やめとくか。ねえ、ノンタンは付き合う前にワドニーをしたの。付き合った後はしないでしょ。キットさんもごめんね、ないとか。それが正常だよな、うん。結構ワドニーは、ワドニー最高なんだ。あ、していますなんだ。やったことはないけど、お風呂で全裸になってるやつ見てブックマークした。ドリチンね。ドリチン事件でしょ。そう。ドリチンって呼ばれてるから。和道さん前儀うまそう。その辺はもうのんたんに枠開いてもらおう。和道のセックス全部語ります。生放送。60分枠。それのんたんに、その、質疑応答系でやってもらおうよ。和道のテクニックはどうなのかっていう、徹底討論。徹底討論行きましょうよ。あ、でもね、本当に体鍛えたい。本当、バッキバキになって、写真を一枚撮りたいの、俺は。その、なんつうの、なんかネタで体をバキバキにしたいの。本気で鍛えたいわけじゃなくて、笑うわ、こいつっていうぐらい体バッキバキにして、写真、プロフィール写真をこう、
なんかこう、わかる？なんかムキムキの写真にしたいっていう。うん、聞きたい。和道さんこんばんは。今来ましたが、生活保護抜けるのが怖いのですか？そうなんだよ、ひろみさん。ちょ悩んでるんだよ、マジで。それを聞いてもらいたいんだよ、すごい。あのさ、まあ、ぶっちゃけ抜けたいっすよ。あの、理性では。理性ではこんなんもうね、結婚もしたいし、ね、のんたんと結婚したいし、ね、いい生活したいし、のんたんにね、クリスマスプレゼントあげられるようになりたいし、うまい、うまいもん食べさせてあげたいしね。よっしゃ、行くか。エリちゃんありがとう。行くぜ。そういうもんでしょう。社長さんいらっしゃい。ワド、人気の主になったな。前仮想ってたのに復活しましたよ。辛かったっすよ、本当に。社長いらっしゃい。3回。いや、ふわっちでブレイクしたんですよ。4回。ちょっとその経緯は後で話そうか。5回。6回。社長いらっしゃい。楽しんでってください。6回。仮想ってたよね、俺。7回。あ、インターバル入れたから楽だ。8回。9回。あ、やべ、来た10回。小田井さんありがとう。11回。12回。13回。じゃあやめ !14 回。15回。エリちゃんの1回分終わり。小田井さんの行きます。小田井さんありがとう。1回。2回。3回。4回。5回。ちょっと待って。5回。6回、あ、やばいかもしんねえ。7回、8回、ちょっと待って、ちょっと待って。9回、10回、はぁ、ちょっと待って、11回、ありがとう。12回、13回、ちょっと待ってって。14回、ちょっと待って、数えらんない。誰か数えてて。15回。ワド2、16回。ちょっと待ってって。17、18、ちょっと、誰かスタッフやって。19回。今何個足んない ?20、19回。20回。ちょっと待って、20回。古代さんの丘終わったでしょ。エリちゃん行きます。エリちゃんありがとう。1回。ちょっとストップね。2回。3回。ゆっくりやって。3回。数えらんない。コメント読めない。4回。5回。6回。7回。8回。9回。10回。ちょっと連続化にタイミング見計るって。11回、12回、13回、14回、15回、エリちゃんの、ちょっと待って、ストップね、1回。1個、2個、3個、4個、4かける、4かける15は、4かける15なんだっけ4×15 は誰か教えて。60回連続いきます。61回2回ちょっと待って。昨日140回です。10回、11回、12回、のんたん、ちょっとこっち来て。のんたん来て、今すぐ。13回、のんたん、応援してここで。いいとこじゃない。のんたん、ちょっと横で、横で応援して。15、
いいとこじゃない。本当にオナニーしないの。本当にオナニーしてんじゃん、お前。こいつガチでオナニーしてやがった。お前、パンツあげろよ。いいからパンツあげろよ。こいつ本気でオナニーしてやがった。人が救わってやってんのに。18、パンツあげて応援して。19、もっと。20。21。22。23。いいオーナーに続けて。24。25。26。27。28。29。30。31回。32。33。34。35。36。37。38。39。40。41。42。のんた行った？行ってる？まだ行ってない？43。44。45。46。47。48。49。50。51。52。53。54。55。56。57。58。59。ラスト、60。エリちゃん、ありがとう。ホダイさん、ありがとう。ありがとう。ノンタ、行ったかな？きっつい、ありがとう。いや、余裕ではないけど、だんだん筋肉がやっぱ太くなっていくから、筋肉がね、太くなっていくからね、どんどん強くなっていってるね。いや、マジで今太ももバッキバキだから。結構ね、ほんと格闘家みたいになってきたよ。すげえな、ありがとうみんな。いけたのかな？のんたんどうだろうね。ちょ、メガネずれてる。メガネずれてるよ。いや、ふわがにく、あ、つばにはいらっしゃい。いや、荒れるぞ。つばにはこれ本物かな。確認します。いや、これ偽物じゃないの。サブアカって書いてあるけど。動画でまたします。いや、いいね。ちょっと待って、呼吸整えるわ。あ、脂肪もう全部取れたね。今多分シックスパックじゃないの、俺のお腹。多分こんだけやったんだからもう割れてますよ。ほら。もうバッキバキだね。いいんじゃん。バッキバキに割れてるね。ああ、いいね。多分ニコ生で一番腹筋綺麗な俺だな。
休憩取った方がいいよ。明日休みだから私頑張れるよ。今のうちに。風船10個ありがとう、リュウさん。はい、リュウさん、風船30個ありがとう。あやか、ハートありがとう。いやぁ、暑い、暑い休日だね。いや、ボヨンボヨンじゃないですよ。バッキバキに割れてますから。でもガチで言うと、太ももは本当に体脂肪ないぐらい、ミッキミキになってる。今、太ももと、足はすごいことになってる。これ、ノンタに聞いたらマジですよ。ノンタ触ってるから。マジビビってたもん、ノンタ。マジだ、つって。太ももマジで追い込んでるから。でもね、ちゃんと汗かくからいいんだよね。腹筋？腹筋何回ぐらいがいいんだろう。腹筋5回？腹筋5回にする？じゃあ。でもね、あえて、なんか腹ボヨンボヨンなのに、太ももムッキムキって面白いなって思わない？腕細いし腹ボヨンボヨンなんだけど、太ももが競輪選手張りってちょっと面白くない？そう。え？腹筋できるの？腹筋できるよ、俺。できるできる、全然。15回？花火一発で15回腹筋。きつくね。それさ、だってさ、花火、いや、15回はきついでしょ。さすがにそれ盛りすぎだって。足だけムキムキは面白いよね、ちょっと。なんでお前太ももそんなことになってるのみたいな。おかしいだろ、体のバランスみたいな。花火は5、カニ15。じゃあ腹筋でいいですよ。腹筋に変えましょう。でも俺腹筋結構強いよ。悪いけど。腹筋はマジで結構できるよ。デブだけど。俺、スクワットの方が効くかんね。言っとくけど。スクワットの方がきつい。いいよ。じゃあ腹筋いいよ。うん。カエルさんいらっしゃい。楽しんでってください。どうもどうも。いや、いいと思うよ。全然。全然いいと思う。ただぶっちゃけの話、一番きついのは、ほんとスクワット。なんでかっていうと、回を重ねるごとにダメージが残るんだよ。筋肉が太いし、体全体使うから。そう、腹筋って上体だけじゃん。上体を腹筋で起こす作業だから、そんなにきつくないんだよ。あと、勢いでごまかせる。スクワットはね、勢いじゃごまかせないから。もう上がらないといけないから。多分ね、汗の量でわかると思うよ、それは。あ、こいつ本気でやってるなっていうね。だから、引きで、見たときにみんな、あ、こんなに本格的にスクワットやってるんだって。結構深めに入れてるなっていう。不正してると思ったって言われたもん。リスナーさんから。全然不正してないっす。もう本気でやってますよ。あ、そうそう、何の話だっけ？そうなんだよ。生活保護さ、マジで結構ふわっちで稼がせてもらっててね。みんなに可愛がってもらってるから。だから本格的に抜けることになりそうなんだよね。怖いっすよ。椅子に足乗せて腹筋。あ、そうだね。足を、上体を上げ、下半身のね、負荷をかかるんだよね。ただ、上がらないよね。持ち上がらない。うん。猫さんいらっしゃい。いいね。猫の櫓だっけ、それ。それ高いんだよね。サムネイル。それ可愛いよね。なんか4万ぐらいするんじゃなかったっけな。しかもなんか、完全手作業で生産してるから、結構高いやつなんだよね。そうなの、真面目な話してた。真面目な話してた。ていうかさ、マジな話、ふわっち、すっげえ大手配信者どんどん来るようになったね。いや、鮫島さんもさっき言ってたんだけど、ふわっちを最初からやってたやつは先見の目があったって。そう。本当にそう思う。ふわっち早めにやってて本当よかったよ。もうこれからね、はっきり言うよ。ふわっちね、キャスみたいになるよ。これ断言するわ。マジで、いろんな配信者が集まって盛り上がるサイトになる。これ絶対断言できる。だから、今のうちだよ、本当に。ね。もう、昔はツイキャスのお小遣い稼ぎの場所だから、月に1回とか2ヶ月、1ヶ月に2回とか、要はサブアカ程度の機能だったんだよ。だけど、だんだん稼げるっていうのが分かってきて、いついた方が有利だってなってきて、その、サブでやってたやつがこっちが本ちゃんに変わってきてるんだよ。あとは、まあ、金梅さんとか、他の人の場合、他の超大手配信者の場合は、ツイキャスがバンになって放送できないからって理由かもしんないけど、だから、金梅さんがずっとここに居ついてるのはかなりでかいと思う、俺は。慣れた環境を変えるのは怖いですよね。怖いね。うん。プーチンさんいらっしゃい。
初見さんありがとう。面白かったらフォローしてください。和道です。よろしくお願いします。フォロワーさん募集中です。もうずっと僕は専属ふわっちでやってるんで、ふわっちにいたら暇な時見に来れるんで、ぜひぜひ、ふわっちよく来る人はフォローしてください。そうだね、ちゃんまんもふわっちだし、鮫島さんでしょ?香川さんももう半分ぐらいはふわっちだし、金梅さんはまるまるふわっち。で、今のメンツだけで言っても、七色もふわっち来てるし、ミズニアンも来てるでしょ?もうほとんどいっぱい来てるでしょ?大手はツイキャスをリスナー集めの場にしてる。そう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 。だけど、あれってもしかしたらふわっちにもリスナー隠れてるじゃんっていうのに気づき始めたんだよ。ふわっちは自分のリスナーを持ってくるだけな場所だったんだけど、大手がこれだけ増えてくると、他のリスナー取れるようになってきてるから、そう。状況が変わってるんだよね。あ、どうもどうも、リアルライフでは司会お世話になりました。ありがとうございます。リアルライフ見ていただけたのですかね。嬉しいです。結構ね、リアルライフでね、ワド司会良かったよって言って、リスナーさん増えたんですよ。ありがたいことに。すごい嬉しかった。やって、仕事ね、受けて良かったなと思って。よかった。やっぱ、いろんなね、なんか、トライしていきたいよね。本当に。ひな壇芸人でも、司会でも何でも、やっていきたい。ね、幅が広がるからね。配信とかトークの。なんか、運動してさ、汗かくとさ、ネガティブな発想にならないな。なんか、生活保護抜けるの怖くなくなったんだけど。運動ってすごいよね。運動でドーパミンとかさ、エンドルフィンとかアドレナリンとかいろんなもんが出てるから、全然怖くなくなったわ。運動したらね、あ、全然大丈夫だよ、みたいな。いけるよ、みたいな。怖くなくなったわ、今。何になる?軍山時代の過疎からの光リスナー。軍山?光くんをずっと応援してんだ。光くんとめっちゃ仲いいっすよ、僕。うん。尊敬してますね、光くんのこと。年下だけど。彼は好きですよ。人間として好きかな。ちょっとね、酒癖悪いところあるから、そこは直さないといけないなと思ってるけど。まあね。まあ、人間いいところも悪いところもあるよ。うん。酒癖は悪い。うん。酒飲むと勘繰りが始まるから。あ、カエルさん、頑張るよ。ありがとう。うん。ぜひぜひ応援してください。多分ね、もうそろそろ僕の生活が激変しますので。ね。もう、月15万稼いだら、もうプロ配信者名乗っていいっていう風にリスナーさんからは言われてるんで。弱小だけどプロ配信者名乗っていいって。もうそれだけで飯食ってるんだったらプロだろうって言って。バカで酒癖悪いのは昔から。俺はバカはいいところだと思ってますね、正直。バカでまっすぐなところは、ヒカルくんの武器だと思ってるんだけど、ただ酒飲んで勘繰りは良くないよね。勘繰りが始まるから、酔っ払うと。あれは直した方がいい。うん、あれはもったいない。なんかこの前もすげえなんか、あと5分で行きますって言われて、10分ぐらいしても来なかったから帰ったらなんか、僕のことはめたんすかとか言われて、なんだこいつって思ったもん。なんだこいつと思って。うん。それひどくねえとか思って。それ言ったもんね。それはないわ、ヒカルくんつって。うん。俺はめねえよ、つって。そうそう。仲間を勘ぐったらダメだよね。うん。ポカリうま。でもツイキャスもツイキャスで、なんか闇将軍も復活してたし、うん、ゆいがさんも復活してたし、なんか面白い動きあるよね。弁償太郎さんがなんか今ふわっちと戦ってるんだよね。なんか鳥の餌の問題で。うん。なんかすげえ怒ってるね、ツイッター見ると。なんか、なんだっけ、フクロウを飼い始めたんだけど、ハムスター、生きてるハムスターを餌にしようとして、で、運営に一日バンにされて、で、なんか今、なんか怒ってるんだよね。うん。風船プレゼントありがとうございます、プーチンさん。ありがとう。ツイッターに和道のマネージャーさん見かけたのですが、マネージャーさんは何をしてくれてるのですか?あ、匠さん。まず、
YouTube にアップロードしてる動画は全部たくみさん編集。だから俺が配信終わると、俺が寝てる間とかたくみさんが起きてる間に、俺の番組を生放送録画してくれて、で、YouTube のタイトルとか、裏方のセッティングがあるんだけど、そういうの全部整えてアップロードしてくれてんのはたくみさん。まずだから動画職人さんとしての仕事が一つと、あと、コラボってあるでしょ。俺が誰かとコラボするときは、全部その匠さんがスケジュール管理。要は、ワドウはこういう配信 NG ですよとか、どういう企画でワドウと絡みたいんですかとか。で、要はその、俺が NG な生主とかいるからコラボするのを、だからクッション間に入ってくれて全部スケジュール整えて、で、この企画だったら受けますよっていうパッケージを作って俺に報告をくれる。で、俺が受けるか受けないかっていう、そのコラボやるかやらないかって判断をするとか。あともう本当に毎日のように連絡取り合って、その、今後どういう配信していくとか、まあ一緒に飯食いながら、こういう展開で行きたいとか。もう本当にだから、マネージャーって感じ。うん。そんな感じだよ。で、今まだスタッフもう一人ぐらい欲しいねっていう話とかをしてて、スタッフやってくれる人探そうみたいな感じで今考えてる。食べてるとこ見ました。食べてるとこ見た？なんだろう食べてるとこって。マサルさんマキルさんいらっしゃい。闇将軍は昨晩キャスからニコの前逃げてまたチャンネル爆破して消えた。あ、もう癖になってるね。ダメだわ。やっぱ、俺の言った通りだったでしょ。まずニコ生引退するよ。その1ヶ月後にキャス引退するよ、ヘラって。で、すぐ戻ってくるよ。で、いろんなとこ転々としてうだつが上がらないよって。これが闇将軍の未来だよってずーっとニコ生、もう2、3ヶ月前からずっと言ってたけど、マジで予言通りでしょ。もう伸びない。はっきり言って。もう伸びない。闇将軍はもう伸びない。配信業も安定して稼げるようになればいいですよね。まあね、稼げるようになればいいけど、まあ人気商売って言われてるジャンルだから、まあ流行り廃りがあるもんだと思う。なんか稼げるときに稼がないと。いやー、たくみさんすごいよ。だから、なんだろう。この前の、リアルライフさんの企画あったでしょ。あの時にもずーっと裏にいたんだよ。金梅さん、新野町、和道、金梅さん、新野町、和道、ヒカルくん、ミキティっている、横に、裏方にずーっと、たくみさんいたよ。配信には絶対映らないところで。いないよ、もう絶対映らないというかいない、もう気配を完全に切ってるけど。もう俺の大型企画の時にはずっと裏にいる、配信の。動画職人さんなんですね。最初の頃サムネ怖くてツイッター申請放棄してました。ああ、ぜひぜひ、たくみさん全然いい人なんで、付き合ってください。たくみさん見てる？たくみさん見てたら出てきてください。たくみさん、ぜひフォローしてください、皆さん。たくみさんフォローバックしてるんで。うん。だから、なんか、もう俺の配信の本当に裏で支えてくれてる人だから。このサムネの人がたくみさんです。リアルライフ配信撮影してたのは、そうだよ、たくみさん、たくみさん。うん。たくみさんです。うん。だから本当に、ツイッターとかで繋がっておいていただけると嬉しい人ですね。たくみさんには。うん。もう、一番信頼し、配信でもう裏方、スタッフとして一番信頼してますよ。うん。スタッフの中で。まあ、一人しかいないんだけど。スタッフ一人しかいないけど、スタッフの中で一番信頼してますよ。そう、だから、どうしても、そのカメラマンとか必要だなっていう時には、たくみさんにお願いしてる。うん。あと、コッペの、今回、カラオケ企画のブッキングも全部やってもらったの、たくみさんがやってくれた。うん。たくみさんと、俺が、コッペと絡んだっていう話で、で、コッペ引き上げたいから、コッペちょっと人気出したいから、コラボしようと思ってるんだけど、どう思うって言って。あ、まあ、和道が言うんだったらやろうよ、ってくれて。うん、だからまあ、ほんと信頼してるね。うん、たくみさんいないと、多分、その今の動きができない。そう、昔は配信やって動画編集やってっていう感じでやってたから、配信が1時間とか多くて2時間しかできないの。で、そっから自分の録画し、2時間の放送を録画して寝るっていう感じだから、配信時間が半分になっちゃってたんだけど、今は、ほんと配信に集中できてて、俺が配信したら、夜たくみさんが次の日には YouTube に上げてくれてるから、
だから、たくみさんのおかげで、YouTube 今2万再生超えたのね。今、俺の YouTube 2万再生超えてんのよ。トータルで言うと。で、ここ1ヶ月で2万再生まで持ち上げてくれたのはたくみさんなの。で、チャンネル登録も YouTube 100人超えて、だからすごい伸びてんのね、YouTube は急激に。すごいよ。たくみさんが、その YouTube の、動画管理やってくれてから、急激に伸びてんの。見せようか。見せた方が多分早いと思うから。配信も盛り上が、配信に集中できて、たくみさんのおかげで、これ。これがたくみさんが入り始めてから。ほら、ブワーって上がってるでしょ。たくみさんが、動画編集始めたのがこの辺なんだよ。こっからもうズワーって上がって、チャンネル登録とかもズワーって上がって。あ、チャンネル登録はこんな感じだけど、まあ、再生数とかがもう2万いくんだよね。うん。で、もう、利益とかもブワーって上がってきてるから。YouTube でもだから今、3500円になってるね。スクワット動画 RT。あ、ありがとうございます。そうそう。そういうなんかほんと、裏で支えてくれてる。コッペ昨日見てたけど方向性悩んでたよ。方向性悩んでるとかじゃなくて、あいつは勘違いしてるだけだから。あいつは自分のことイケメン系だと思ってんの。バカだから。本当にホスト配信、本当にナルシストなんだよ、あいつ。バカだから。だからお前バカだな、つって。うん。本当に勘違い野郎だから。言ってやって。バカって。うん。完全いじられキャラなのに、あいつ。いや、リスナーさん、リスナーさん。ずーっとリスナーさんで、でも、あのね、俺知らなかったんだけど、俺が、1年ぐらい前から、1500人コミュぐらいから、店やってる、急激に伸び始めたの知ってる？配信さ、カネマンとかメモレイとかの家にリアトツしたりとか、ワンワンとコラボしたりとか、柏木とかクロクロとか、リアトツがやたら増えた時期があったでしょ。あれ全部、実は、たくみさんはリスナーの頃に、柏木とかにポンプ入れたりとか、クロクロにポンプ入れたりとか、カネマンにポンプ入れたり、要はポンプっていうか、繋ごうとして、要は、和道ってやつと、その若手の伸びてるやつっていうのを繋げて、和道を押し上げようということで、裏でずっと、そういうことやってくれてたのがたくみさんだったの。匿名で。で、実は俺だよって言われて、オフ会の時に、それめちゃめちゃマネジメント能力あるじゃないですかつって、だったら僕の専属でマネージャーやってくださいってお願いしたら、ああ、いいよって、やるよって言ってくれて。そう。だから、実はそう、裏でずっと支えててくれたんだよ。たくみさんは。あ、つなげるのうまいなと思って。そんな感じ。それが出会いだね。まあ、オフ会に来てくれたりとか。だから、ほっぺと俺と、橋本くんの酒かけ事件の時に、実は初対面で会ってるんだけど、もう、ごちゃごちゃしてたから挨拶しかできなかったの。すごいいい話でしょ。うん。すごい、グラフに匠さんの仕事ぶりが現れてる。そう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 。だから、すごい人だよ、本当に。うん。本当に信頼してる。匠さんがいないと本当に困るっていうレベルになってる。多分ね、匠さんを怒らせて、匠さんがもう付き合いきれねえわって言った瞬間に、もうダメになるよ、俺は。本当に。マジで。配信集中できなくなっちゃうもん、正直。すごい大変なんだよ。動画作ったりとかすんの。うん。だからマネージャーと動画職人の二つやってもらってるけど、俺はあくまでもう一番そばにいてもらいたい人にマネージャーやってもらいたいから、たくみさんにはずっとやってもらいたいと思ってる。うん。だから俺が海外とか、そう、東京離れて旅配信やっても、なんかこう、ね、困った時とか、なんか東京でなんかあった時とか、もうたくみさんにお願いしようかなと思って。うん。でももう一人ぐらいスタッフね、増やしたいなと思ってて。うん。なんかこう、イラスト描ける人とか、ホームページ作れる人とか、なんか音響できる人とか、なんでもいいから、仲間増やしていって、その、たくみさんと話してるのが、最終的に生放送で集めた仲間たちで、本当に信頼できる仲間たちを集めて、リスナーさんの中から集めて、で、チーム和道みたいなのを少数衛星で作って、そのチーム全体で映画作るっていう構想でやってるね。俺が映画作るときに、もう全員力合わせてやるっていう。映画って一人じゃ絶対作れないから。うん。だからもうその映画を見据えていろんな動きをしてる。のんたんたくみさん大事にしないとね、ほんとほんとマジで。初見さんいらっしゃい、みゆうさん。和道と言います。よろしくお願いします。コメントありがとね。もしよかったら、面白かったらでいいんでフォローしてください。よろしくお願いします。うん。
まあだから7人ぐらいのね、ほんとスタッフでこう回していきたいよね。だから、たくみさんにもたまにできるだけ出演してもらうようにしてるんだよね。なんかこう、なんだろう。なんか電波少年の T プロデューサーみたいな感じで、ちょいちょい出てきたら面白いじゃん。ちょいちょい出てくるナイスキャラみたいな。通知だけは取ってたんですが、フォローもさせていただきました。ああ、ありがとう。え、なに？ふわっちって通知だけってできるの？あ、そうなんだ。知らなかった。通知だけはできるんだ。俺、フォローだけか、フォローと通知セットだと思ってた。あ、そんな機能あるんだ。知らなかったです。ありがとうございます。プーチンさん。あ、はい。新しいフォロワーさん。プーチンさん、ちくわさん、鬼車さん、ルミさん、ありがとうございます。ね、今見たらできた。知らなかった。あ、通知だけってできるんだ。おー。それ便利だな。あ、俺もそうしようかな。あ、それ変えよう、俺。彼女さんっては、鼻と顎いじってませんか？のんたん起きてる？のんたん、鼻と顎いじったの？いじるって？整形。整形してないって。なんて呼ぶんだこれ。ホリユさんかな。ホリユさんいらっしゃい。正確にはいつの間にかできるようになった。あ、そうなんだ。なんか、最近は、リプができるようになったらしいよ。リスナーさんに対してリスナーさんが、その返答するっていう機能が実施されたみたい。リプっていう機能ができたって。でも、ツイキャスのリプがうざいなと思ってたの、俺。ツイキャスのリプはうざいと思った。キャスはね、なんか、使いづらい。ふわっちはほんと最先端だと思う。超使いやすい。あのね、ツイッターのタイムラインが荒れるんだよ、リプで。リプはほんと嫌だった。あれはやめてほしかった。てか、配信者ふわっちほんと増えたよな。これほんとね、ニコ生超えるだろうな。ニコ生は間違いなく超える。リプはめんどくさいよ。ただ、ふわっちのリプは使いやすいよ。おい、ナウシカいらっしゃい。ワダツ。使いづらいんだよ。リプだけだったらありだよね。ツイッターと連動してるからダメなんだよ、ツイキャスは。失礼しました。なかなかシャープだったので疑いました。ご丁寧にありがとうございます。のんたんに言って、それ。のんたんに言って。別にね、でもね、俺整形してても別にあんま気になんないかな。昔はタバコ吸う人と顔いじってる人は10代の頃とか嫌だったけど、さすがにあんまそういうのないね、今。ツイキャスコメ欄がリプ祭りになってるとイラッとします。ああ、わかるわ。それはあるよね。俺が今、ふわっちに欲しい機能があって、それは運営さんに相談しようかなと思ってる。鼻低くないよ、のんたん。鼻は低くないと思う。目の方が出てる。いや、違うんだよ。目がでかすぎるんだよ。だからバランス的に言ったら相対的に鼻は低く見えるだけで、鼻は低くないよ。鼻筋は通ってるよ。ただね、目が異常にでかいんだよ、のんたん。真ん中の方が凹んでない。え？真ん中の方が凹んでない。真ん中の方？目の方が出てて、鼻の方が凹んでる。あー、いや、でも別に俺は気になんないと思うけど。気になんないけどな。別に綺麗な顔だと思うよ。挨拶程度。あ、でもね、配信やってる配信者の場合は、こんにちはって打つだけで、和道だとか、和道さん何々ってなっちゃうから、配信者はリプ機能あると助かる、正直。答えづらいんだよ、人の枠って。うなちゃんのところでも、ちゃんまんのところでも、うなちゃんお疲れ様ですとか、一言だけ書くようにしてんの。挨拶だけはしないとと思って。だけど、あ、ワードを消えろとかになるから、なんつうんだろう。申し訳ないなっていうか。配信者の場合さ、そっち側のリスナーさん、配信の邪魔しちゃう可能性があるから。ニコ生に見限りつけた理由ってやっぱり自由さですか？違う。全然違う。これ、マジで重要な話だから言っとくけど、俺ニコ生嫌いじゃないから。で、別にニコ生の
コメントが横に流れる仕組み、ぶっちゃけた話、あれ、未だにあれが完璧だと思ってんの。俺、コメントに関しては、こっち側に流れるのは正解じゃないと思ってるから。この、こっからこう、バーって流れるのは、あれ、革命なんだよ、本当に。あれがやっぱ正解なの。俺はあれでいいと思ってんの。だから、ニコ生は、サイトとして嫌いじゃないの。そうじゃなくて、運営が嫌いなの、俺は。金を引っ張ろうとか、金引っ張ってんのに、バンにするとか、金を払ってるのに、なんでこんな機能がバージョンアップしないとか、不具合が多すぎるし、運営がもうあぐらかいてるのがわかるのよ。そうじゃなくて、なんで、しかも、ノンタンが減らって、俺のパソコンをハッキングしてバンしたから、要はもう、モチベーションがないのよ。ニコ生でやる。もう運営はクソだし、もともと築き上げたコミュニティがないから。じゃあ、ふわっちはどうかっていうと、アクティブね、20だったのが100になる。稼げる。15万稼げる。で、運営さんにメールでわからないことやったら、次の日に必ず長文で帰ってくる。運営からリスワン1位取って1万円もらえる。1万円だけじゃなくて、今デイリーランキング取ってるから500円とか、マンスリーランキングいくらとか、チャリンチャリン入ってるの、運営から。で、運営さんはやる気があって、ツイッター見てても広告にふわっちおすすめですって書いてある。どっちでやるよ。どっちでやる。ふわっちしかないんだって、もう。必然的に。ニコ生でやる理由が全くないの、俺には。そう。運営の怠慢が嫌なの。うん。やる気のない運営と付き合いたくないのよ。そう。ただそれだけ。うん。俺、潜りは絶対しない。挨拶は、ノンタン知ってるけど、よくブラウザーこうやってカチ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 いろんなところ行くけど、どんな人でも行ったら必ず、こんにちはっていう。あ、どうも初見ですとか絶対打つ。うん。潜りは絶対しない。さっきも鮫島さんのところでコメント打ってたもん。うなちゃんのところでも打ってるし。うん。ふわっちの人口ってツイキャスの何十分の1だと聞いたんですか？今ね、リアルタイムでやってるのが120人やってるの。で、おそらく5000人ぐらいやってるから、今の時間でこの休みだから、ツイキャスは多分3000人の生主がいる。だから30倍ぐらいいる。リスナーの数も30倍以上。だからふわっちは30分の1だと思った方がいい。その、リスナーと生主の人口は。でも、ニコ生より、ニコ生の10分の1。ツイキャスの30分の1。だから、ニコ生のツイキャスは3倍人が、ツイキャスはニコ生の3倍人がいると思った方がいい。そういう力関係だね、今。俺はね、話すときにジェスチャーするのは、これ癖で、ネットワークビジネスやってたときに、月に1回、講師やってたんですよ。で、その、プレゼンテーションの仕方と、なんていうのかな。フェイストゥーフェイスで商談するやり方を教わってて、マスっていう言い方をするんだけど、大勢の人に話すときは手振りを絶対入れないとダメなの。うん。なんでかっていうと、すごい距離感があるのね。だから、表情で伝えられないの。配信とかだと表情で伝わるじゃん。あ、怒ってんだな、悲しんでんだなって。で、言葉、音の情報よりも、視覚情報の方が人間で6倍ぐらい強いんだよ。だから、その、手振り身振りで、その、伝えるっていうのは癖になってるの。そうそうそう。講演会やってた時の癖。初見の枠は通知だけ取って数回、あ、それいいっすね、でも。気に入ったらフォローっていうのはいいと思います、僕。うん、俺もそれにする。ニコ生は新生ってことでトンサム商売になってきますよね。トンサム商売になってますね。あと、そうじゃないんだよっていう風に、運営寄りの人から聞いたことがあって、裏で聞いた話なんだけど、ドワンゴっていう会社がニワンゴっていう子会社を作ったでしょ。で、ニワンゴの初期メンバーはベンチャーで盛り上がったけれども、角川とか入ってきてるんですよ。要は株主、もうカワンゴも株って売り逃げてて、で、初期のプログラマー、要はニコ生のプログラミングをした、初期設計をしたプログラマーがもうリストラされてるんだって。で、他のサイトにチリチリになって、もう、要は、コードがわかんないんだって。昔の設計だから下手にいじるとぶっ壊れる可能性があるから、プログラマーだったらわかると思うんですけど、もう一からあの規模で立ち上げたプログラムコードっていじれないんだって。だから、その側しかいじれないんだって。バージョンアップができないんだって、物理的に。だから、そのニコキャスっていう新しいサイトを立ち上げようと思ったけど、結局決済が降りなかった。要は角川から降りなかったっていう裏の事情があるんだって。まあ、どっちにしろ一言で言うとはもうベンチャースピリッツがないってことなんだよ。うん。っていうことは、もう伸びないっていうことだから、もう俺はまあ用はないかなっていう。ジェスチャー付きの方が分かりやすい。そうだね。伝わるよね。伝えようっていう意思を感じるよね。
それはアメリカの大統領なんかでも使われてる手法ですね。あのね、俺はね、ヒトラーのね、演説をよく見てた。ヒトラーの演説ってもう、マジで完成されてるって言われてて。ヒトラーの演説見ると、プレゼンテーションの練習になりますよ。うん。ああ、コメントにあったね。ヒトラーも演説で手振り目振り使ってましたね。印象に残りやすい。ヒトラーはね、しかも心理的な演説の手法も使ってて、ヒトラーってもう、こうなってる映像とかさ、こういうイメージだと思うけど、本当にちゃんと見た人って少なくて、最初ね、皆さん、っていうオープニングなんだよ。絶対6秒の間を使うの。要はこれって不安を煽るの。要はわざと放送事故を起こすの。壇上に立ったから6秒間を置くの。こうやって見て。で、静かに喋り始める。皆さん。今、ドイツは大変な状況になってます。で、10分後、もうこんなになってんの。もうこんなになってんの本当なんだよ。これ本当だから見てみ。ヒトラーの演説。すっごい掴みと盛り上げ方がうまいの。要は、マックスでいきなり喋り始めると温度差が生まれるでしょ。だから心理的に黙らせて、要はコントロールさせんの、大衆を。不安にさせて大丈夫って思わせて、聞き入る状態を作るの。そう、指揮者だよ、まさに。まさにそう。本当にうまいよ。見てみ、本当に。全く喋んないから最初。え、こんなオープニングなの？と思うよ。そう。黙ってセットアップして、しかも、その、え、まだ喋んないの？みたいな不安にさせんの。沈黙って人間って恐怖なのね。沈黙って怖いんだよ。そう。だから、なんつうの、裏方が多分すごかったんだよ。こういう風に喋ってくださいっていうのいるから、専属で。オバマ大統領とか大統領クラスでも絶対いるのね。ライターもいるし、原稿を考える人っているんだよ。すごいよ。生からどう、どうから生への変化、興味を惹かれますもんね。すごいっすね。だから、6秒の間の使い方とかよく教わってた。あと、俺がよく先輩のプレゼンテーターに注意されたのが、和道は盛り上げるのうまいけど、盛り上がりすぎるとずーっと盛り上がっちゃうから、リスナーを沈める瞬間を作れって言われた。2時間のスピーチって、人間の集中力って実は3分しか持たないの。超トレーニングしても3分しかトップスピードの集中力って出せなくて、その後って眠くなるんだよ。だから眠くなったのを起こさせるんじゃなくて、15分間眠らせろって言われて。で、それをゆっくり起こしていって、バーって聞かせたいところをシンプルにして、印象を残す3分間をやって、で、15分沈めるっていう、そういう流れを作らないと、そのリスナーさんも、まあリスナーっていうかその聞いてる顧客とかが疲れちゃうんだって。だからいい話してるのに眠っちゃう、眠たくなるセミナーになるっていう。だから上手い人は笑い取るところを笑い取るとかある。で、ぶっちゃけた話、印象に残るスピーチをしたかったら、ぶっちゃけた話、上手いスピーチをするなって教わった。とにかく1ヶ月後覚えてるスピーチだけ。1ヶ月後こういうことこの人がやったっていうスピーチだけやれって言われた。それは永遠と残るし、噂が広まるから。だから、本当に売れるスピーカーって言うんだけど、プロスピーカーって言われる人たちは、その、つかみが、もう、一回のつかみがうまいっていう。もうそれしかやりに行かないぐらいだっていう風に考えていいと。初見です。帝国主義者ですか？全然、どちらかっていうと、経済思想は左翼だと思いますね。言葉がわからなくても惹かれるものがある。ヒトラーのそばには心理学を熟知してる人がいたんでしょうね。間違いなくいただろうね。あのね、スピーチはね、一人で考えてできるもんじゃない、絶対に。超計算されてやってる。しかも、で、さらに、ヒトラーはだから演者なんだよ、あれ。役者としての能力がズバ抜けて高いと俺は思ってる。あれ役者だね、ほんと。本物の役者。そうだね。まさに教わったのはそういうこと。記憶に残るっていうことを意識しろっていう。で、記憶に残ることやんないと食っていけないっていうか、覚えてもらえないっていう。だから、正直な話、金になる話とかや、身になる話とか、学校じゃないんだよっていう。観客だから、2000円払って2000円分満足すればいいわけだから、
実のある話をするよりも、実は印象に残る話をする方がスピーカーとしては、重要なことなんだって。ヒトラーはその心理学についていけなかったみたい。あ、そうなんだ。うん。だから俺はね、ヒトラーは本当にそのスピーチをする天才だと思ってるね。スピーカー。うん。だから彼が政治家何やったかとかあんま関心がない。和道さんにますます興味湧いてきました。ありがとうございます。あ、100名超えました。アクティブ100超えました。皆さんありがとうございます。面白かったらフォローしてってください。和道です。いいね。ふわっち最高だね。ふわっちほんと好きだわ。ゲッベルス宣伝層がいた。はぁ。ソーダさん、ソーダ FX さんありがとうございます。ゲッベルスやヒムラーなどの仕事ですね。あー、俺全然わかんないわ、それは。今度勉強してみます。一度お会いして直接話してみたいです。あ、全然全然。飯でも食いましょう。うん。オフ会とかやるときぜひさ、声かけますんで、ツイッターフォローとかしてください。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさんです。社長さん、ありがとうございます。社長さんフォローありがとうございます。ありがとうございます、社長さん。ヒムラーは確かに仕事は、したね。ヒムラーっていう人がその心理学者だったの？ごめんね、全然学がなくて。全然わかんないんだけど。え？っていうかさ、風船10個ってことは5000円でしょ？カニが1500円だから、7個っていくらだ？ちょっと待って。ちょっと待って。あれ？値段変わってね？ちょっと待って。5000円の1500円かける7は、1万円足す、5000円は、1万5000円稼いだの俺。マジかよ。嘘、この30分で1万5000円稼いだの。やばくない？キャバ嬢より稼いでるよ俺。おい、キャバ嬢より稼いでるでしょ。やべえな。いや、みんなありがとう。30分1万5000円はやばくね？超美味しいんだけど。ありがとうみんなマジで。いや、嬉しいなぁ。ねえ、衝撃だよね。スクワットしたの30分くらいだもんね。やば。え、っていうか、あとじゃあ11万か12万いってるから、やべえな、マジで。生ポ脱却だな、マジで。マジで、もう、だって3万いくでしょ、このペース。残り8日で。やば、超不安になってきた。超不安になってきたんだけど。いや、すごいな。自分じゃないみたいだよ。人の枠みたいだもん。すげえ不安になるわ。新しいフォロワーさんです。ゆかりんさん、フォローありがとうございます。いや、来月維持できるかだよな。いや、来月もっと稼ぎたいよね。来月はもっと稼ぎたい。次でね。次で行かないと、うん。配信で100万目指そうぜ。みんなでマジで。配信で100万目指して、ね、若い子たちにさ、マジで食えるんだって。これでみんながハマるのかい。ね、いやー、俺はふわっち大好きだね。いや、正直お金はでかいっすよ。うん。金じゃないって言わないから。金はでかいっすよ。金だけじゃない。うん。ただ金はでかい。あのね、金だけ追い求めるんだったら別に FC2 もあるし、YouTube ライブだったら、ぶっちゃけ 97% なの取り分。Google は 5% しか取らないの。あ、97% じゃない。95% と22円だ。5% Google 税がかかって、あと 22%、22円かかるの、手数料が。だから、Google の方が稼げるんですよ。あ、ゆかりんさんいらっしゃい。フォローありがとう。楽しんでってね。うん。3ヶ月維持できたら脱却者も同然ですね。そうですね。3ヶ月行ったら本格的にプロ名乗れるね。マジで。
リスナーを楽しませながらならいいね。うん。みんな楽しんでね、もらってるから、ありがたいよね。ただ、ニコ生はさ、ほら、先に金取るわけじゃん。チャンネル会員っていう月額費を先に取るわけよ。だけど、ふわっちが安心なのは、ただでみんな見れるところなんだよ。前提として、ただで楽しんで、あくまでチップ。あと、あくまで広告代わりなんだよ。この人おすすめですよ、みんな見に来てねっていう、その広告としての効果。おい、和製いらっしゃい。いえ、あれか、退入か、今日。頑張ってね。応援してるよ。面白い配信をやって、おう、ワドは小遣いやるよみたいな、今日面白かったよみたいなノリじゃん。アイテムしづらいんだよ。筋肉痛でエッチできないので、ちょっとでいいです。あのね、最近ね、スクワットを1日100回以上やってて、あのね、もう、こーってなんだ。お風呂入って太ももストレッチして、のんたんがいくら甘えてくるの、こー最近エッチしてないっす。うん。のんたん困るんだよね。私もエッチしたい。彼作ればいいじゃん。美人なんだから。すぐモテるよ。お腹すいた、応援。頑張れ、頑張れ、うん。固定費ないし、リスクがないのがいいよね。そう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 。リスナーさんにとってもリスクないし、おいえ、はい、初見さんのゆかりんさん、ハートありがとう。うん。お腹かわいい。お腹ブヨブヨだよ。ブヨブヨだよ。うん。うん、下ネタコメント、ワドニーしかしてない。今日抱かないとね。そうそうそう。ねえ、坂本さん、それがいいよね。やっぱ、フラットだよね、それが。配信は俺はタダで見るべきだから。エッチできないのは抱っこしてあげてください。飲んだ？俺ずっと寝るとき腕枕だよね。え？俺腕枕してるよね。嘘、え、最初だけ、え、俺未だにしてるよ。最初の方でその後コロンって言って。じゃあ、俺が寝ちゃったらでしょ？じゃあ、それしょうがないの。寝返り打つでしょ。で、毎日してるよね。うん。うん、最初の頃だけって言ったら、付き合いたての頃だけみたいになるじゃん。寝る前ね。寝る前って誰だ、寝、ね、なんかクレーム来たわ。なんかクレーム来たわ。彼氏いらないの。お腹触りたい。いや、痩せないと10キロ太ったかんね。この2ヶ月で10キロって異常な太り方だかんね。そうそう、配信機材がね、エコーがかかるんですよ、僕の配信機材は。でもさ、ふわっちのおかげで何がいいかって、配信で気兼ねなく稼げるようになったのはでかいよ。みんな気づいてないけど、こじきっていう言葉が出なくなったもん。ニコ生で一昔同じようなことやってたり、甘ギフもらってたら、こじきって言われてたんだよ。あ、ゆかりんハートプレゼントありがとう。でしょ？こじきって言われてたんだよ。うん。あ、ゆかりんメガホンありがとう。でしょ？そう、最初っていうのは寝始めって意味だよ。腕枕より和道さんのお腹枕。なんだよ、お腹枕って、うん。今日あたりちゃんと抱かないと。いや、まあまあまあ。疲れるんだって、スクワット。うん、でもね、セックスがうまくいかないとね、やっぱ、良くないからね。男女関係悪くなるからね。頑張ります。はい。でも全然仲いいよ、俺。うん、セックスしてる方だと思うよ。いらない情報だよね。別に和道のセックスとか別に興味ねえよな。うん、腕枕されたい？けるな。でもみんなもあれだよ。彼氏彼女作った方がいいよ。こじき行為は犯罪っていうか、こじきっていうのは物乞いのことを指すんだよ。で、配信って、パフォーマンスしてるじゃん。
じゃあ、俺がよく言ってたのは、今ではね、小好きって言われなくなったから言わなくなったけど、俺はずっと昔から、じゃあ、路上演奏のね、投げ銭あるじゃん。お金、俺も今日2回投げてたじゃん。俺パフォーマーで面白いと思った人に必ず金投げるんだけど、で、のんたん俺よく金投げてるよね。うん。で、俺も必ず投げ銭するの。ドラマーとか、今日のギターの人とかにも金投げてたでしょ？あの、投げ銭必ずすんの。俺も投げ銭してもらってる立場だから。だけど、あれは犯罪じゃないんだよ。刑法で取り締まられた事例が一個もないの。それがインターネットで喋りでやってんだったら何が文句あんだってずっと言ってた。和道の成功座聞きたい。あ、だから、あの、ニコ生で後半やってた番組のタイトルが、なんだっけ、和道のイカ臭い話。あの、和道高光のイカ臭い話っていうシリーズやってたの。和道高光のイカ臭い話。あれ受けてたよ。和道高光のイカ臭い話。あの、ひとし松本の滑らない話のスピンオフだから。和道高光のイカ臭い話。すげえ人気コンテンツだったんだから。マジで人気だったんだよ。しかも女性に受けてたから。彼女と奥さんいらない？あ、そう。彼女いた方がいいと思うけどな、俺は。結構人気あったんだよ。ただ、ふわっちではあんまりやる気はないかな。うん、お！はい、777番目のフォロワーさん、キリバンですよ。おめでとう、777番目のフォロワーさん紹介します。イブさんおめでとう、777番目。シンさんフォローありがとう。彼女ね、いた方がいいよ。777だって。お！みんな、ご報告です。ご報告です。たった今、ふわっち始めて1ヶ月目です。毎日やりました。ふわっち始めて1ヶ月目です。イェイ。イェイ。1ヶ月経ちました。イェイ。好きな人3人いいじゃん。うん、3人とも付き合って。ハートプレゼントありがとう。ねえ、1ヶ月経ったよ。うん、ねえ、早いね、1ヶ月経つの。絶好調ですね。うん。あざーす、あざーす。半年は絶対続けるから、ふわっち。ハートプレゼントありがとう、のんたん。ハートプレゼントありがとう。えいちゃんありがとう。よし、行くか。よし、やっちゃおうかな。いって。たくみさん、あの、録画の準備してください。エリちゃんカニありがとういつも。エリちゃんありがとう。よいしょ。あの、数えられなくなるからちょっと、あの、終わったタイミングで投げてね。終わったタイミングで投げて。これ2個目だよね。これ2個だから30回連続いきます。終わったタイミングで投げてくださいね。カウントできなくなるから。スクワット、結構みんなが思ってるよりきついから。いくよ。1回、3回、4回、5回、6回、7回、ありがとね。1ヶ月経ったよ。8回、9回、10回、11回、12回、13回、14回、15回、16回、17回、18回、19回、20、あと10、21、22、23、
24、25、26、27、28、29、ラスト30。ありがとうございます。エリちゃん、カニ2匹ありがとう。2杯ありがとう。あ、いいよいいよ。だいたいね、終わる3個前ぐらいに投げてくれるのがタイミングいいと思う。2個前か3個前ぐらいがね、タイミングだから。準備すっか。あざーす。エリちゃん、フワガニみんなパチパチ。エリちゃんありがとう。行きます。1回。みんなエリちゃんにパチパチ。2回。3回。4回。5回。6回。7回。ありがとう。8回。9回。ありがとう、エリちゃん。10回。11回。12回。13回。14回。痛いよ。15回。16回。17回。18回。19回。20回。21。22。23。24。25。26。27。28。29。30。ありがとうございます。エリちゃん、ありがとう。エリさん、ありがとうございます。15回いきます。1回。2回。3回。4回。5回。6回。7回。8回。9回。10回。11回。12回。13回。14。ラスト。エリちゃん、ありがとう。ありがとう、エリちゃん。きつい。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう、エリちゃん。ご覧の番組は、エリちゃんの提供でお送りしております。
筋肉だいぶ太くなってきてるからだんだん楽になってきてる。もう30回ぐらいじゃ全然平気。お疲れっす。お疲れっす。お疲れっす。ありがとう。エコー切ってなかった。あのね、風船1個でスクワット。トリプルセブン、匿名さんありがとうございます。5回行きます。よいしょ。よし。はい、匿名さん、トリプルセブンありがとうございます。切り板おめでとうございます。行きます。トリプルセブン誰だったっけ？新しいトリプルセブンのリスナーさんは、イブちゃんおめでとうございます。イブちゃんありがとう、花火。行きます。1回。2回。3回。4回。5回ありがとう、イブちゃん。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。匿名にした意味全くなかったね。ありがとう。匿名さんありがとう。お腹をへこませるために外ではスクワット、部屋では腹筋にしたらどうでしょうか。スクワットの方がいいと思う。俺はだからお腹が出て、だからエドモンド・ホンダみたいな感じの体型目指してるから。エドモンド・ホンダみたいに腹がバッカーン出てんのに太ももバッキバキみたいな。いや、腹目立つよ。太ってるもん。あ、でもね、マジでね、肉体改造。今日エッチいらないの。あ、もう果てた。のんたん、ピンクローターアマゾンで買ってたからな。性に貪欲だからな、のんたん。ちょっとびっくりしない？アマゾンから、俺の家に、アマゾンって書いてあるギフトが届いて、なんだろうと思って、リスナーさんからかなって思ったの。で、彼女がいて、のんたんがいて、あ、なんかリスナーさんから、またギフト届いたから開封枠やるわ、っつったら、ダメ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 って言うの。開けないで、それダメダメって言うから、え、なんでって、リスナーさんから届いたんだよって。この小箱って。アマゾンからだから開けるよって。俺、リスナーさんに失礼だもんって言ったら、それ私、つって、えつって開けたらピンクローター出てきた。お前、人の名前で何買ってんだよって。何人の住所でお前ピンクローター買ってんだよ。あれ、誰が買ってるって言ったっけ？だから配信者のさ、誰が買ってるんだっけあれ。え？不謹慎。不謹慎とお揃いのピンクローター買ってんの。だから不謹慎あれ1ヶ月に 5個ぐらい壊すらしいよ。1ケースって何個？1ケース買ってんのピンクローター。ケース買いかよ。すげえな、不謹慎。ケースで買ってんだってピンクローター。やべえな。はい。ガチャヒロさんいらっしゃい。楽しんでってください。すげえな。1ケース。成獣だよな、成獣。マジで、っていうかさ、ピンクローター。ピンクローターとかあんな刺激の強いもん使ったらさ、あれ、バカになるでしょ。マシーンに頼るの良くないよ。あんなん、バカになるよ。マシーンがないといかなくなるよ、あんなん使ったら。すごいね。ケース買いとか聞いたことないよね。ピンクローター。来たらいきなりこの話題。疲れた。いい汗かくわ。でも、体力もつく。リスナーさんも笑える。お金も入る。そして、のんたんがオナニーできる。こんなにいいことある？
こんなに素晴らしいスクワットある?普通、体を鍛えるだけとかなんですよ。お金を、仕事でお金は仕事をするとかなんですよ。お金も入る。リスナーさんは爆笑する。俺は体鍛えられる。ノンタンはオナニーのおかずになる。不正受給ではないです。あの、生活保護、受けてますけど、不正受給はしてないですよ。太郎さんいらっしゃい。楽しんでってください。すごいよね。いいことだらけですよ。あやか、ハートありがとう。すごいよ。なかなかないよね。俺もオナホ使いすぎると中折れしたり立たなくなるって言いますもんね。男も。あ、男はね、これね、俺が10代の頃からもうずーっと愛用してるオナホールがあるんだけど、未だに販売されてるから、多分ね、15年ぐらい、俺が使い始めて15年ぐらいだからもっと歴史が古いんだよ。すっごいベストセラーのオナホールがあるの。で、テンガなんか使うな、若いやつ。あれ、ネームバリューに騙されてるよ。ブランド力に騙されてる。あのね、名器物語。みんな、アマゾンで検索したら出てくるから。名器物語。もうね、やめられなくなるよ。なぜ生活保護受けられるの?病気?あ、生活保護は、病気じゃなくても何でも、貧困の人は誰でも受けることができますよ。太郎さん。うん。のんちゃんの方がいい。のんちゃんの手こぎは世界で一番気持ちいいから。のんちゃんの手こぎは世界で一番気持ちいい。え?何?中?中ってどこ?中とかよ。中ってどこよ?中。何中ってわかんない。何?中ってどこ?筒の中。ありがとうございます。名器物語。そう。多分ね、今でも売ってると思うよ。東京名器物語だったかな?ちょっとアマゾン見てみようか。名器物語はマジで名器。ちょっと待って。東京名器物語。東京名器物語、アマゾンで3100円。これ、もうロングセラーまだ売ってる。パッケージまだ変わってない。これはね、もうね、もう、これさえあれば生きていけるって思った。これさえあれば俺は生きていけるって。ちょっと待って、配信のこと考えて飲んだ。何?じゃあ、だから喋るんならここ来て。じゃあマイクの関係とかお前さ、配信さ、もう7年も8年も見てたらわかるだろ、それくらい。参加するなら参加する。参加しないなら参加しないで、はっきりしよう、そこは。発言するときは俺の隣に来てください。全然受け入れますんで、はい。素敵な名前でしょ?ツイッターフォローありがとう、ゆかりん。楽しんでって。ありがとうございます。なんだって、だから、俺は BGM かけてるし、ヘッドホンしてるから、来いよ!とりあえず、言いたいことあるなら、来い!おいで!嫌なの?何?なんて言ったの?じゃあ、リスナーさんに聞こえないんだって。何?なんだよ!なんで喋んないんだよ、もう、配信戻るよ。もう、わけわかんねえよ、ほんと。あ、いらっしゃい。ジョーカーさんいらっしゃい。俺もジョーカー大好きだよ。飾ってあるよ、ポスター。お揃いだね。いいよね。やっぱジョーカーだよね。バットマンっつったら。123名さんかな ?123 名さんいらっしゃい。ツイキャスはやらないかな俺は。ツイキャスはやってない。まあ、やってるからアカウントあるけど、まあ一応登録しといてもらえてもたまにやりますね。月1回とか。ただツイキャスは僕クソだと思ってるんで、あんなサイトでやるのは頭おかしいと思ってるんで、ツイキャス嫌いなんですよ、僕。ニコ生より嫌いかもしんないな、ツイキャスは。ツイキャスはあんまやんないっすね、僕。オナホとノンタンどっちがいいの?ノンタンに決まってるだろうがよ。言わせんなよ。DC コミック。オナホよりもノンタンの方がいいに決まってるでしょ。オナホールに嫉妬するのやめてくんない?オナホールに嫉妬するのやめてくんない?別物だから。オナホールは別物だから、あれは。
ていうかさ、ピンクローター使ってるやつにさ、オナホがどうとか言われたくないんだけど。人の名義でピンクローターを買うやつに、オナホールとか言われたくないわ。エコ微妙だったね、ちょっとね。うん、ちょっとスクワットのやりすぎで頭おかしくなってんだよ。うん、ちゃんまんたちと祭りって、あ、そうです、そうです。僕、ちゃんまんと三社祭り、僕は配信やらなかったですけど、外配信の機材、あの時持ってなかったんで、ちゃんまんとひかるくんと金梅さんと、一緒にいましたよ、僕。後ろの白黒のチェック柄布が動いてますが、何ですか？あれ、布団ですね。布団です、後ろは。なんで怒ってんの、のんた。うん、あれは、布団ですよ。はい。うん、太郎さん。のんたん激おこだよ。のんたんオナホールに激おこですよ。ハートプレゼントありがとう。のんたんありがとう。愛してるよ。117名さんいらっしゃい。ああ、後々ちゃんまんディスってたね。うん、怒ってましたね。ただ今は別に怒ってないですよ。結構挨拶するんですけど。あ、いいよって言ってた。うん、おい、ワンタロウいらっしゃい。頑張ってるか？うん。どうよ、そっちの生活は。慣れてきた。頑張れよ、ワンタロウ。お揃いのネックレスつけてんだから、インド連れてってくれよ、ちゃんと。うん。じゃああれだな。あと20分で今日の放送終わりにするわ。うん。ノンタンとアバンチュールするわ、俺。え？え、ちょっと待って、どういうこと、どういうこと？何やめたいって。え、どうした、ワンタロ。何があった？悩みがあんの？ちょっとお前スカイ、お前 LINE かけてこい。悩み聞いてやるから。ワンタロちょっと LINE かけてこい今。うん、どうした？ん？やめたいって何をやめたいんだろうな。ワンタロ今 LINE かけてこいちょっと。どうした？お疲れ様です。お疲れ。ワンタロです。お。ちょっと相談があるんですけど。お。あ、俺でよかったのよ。お。なんだよ。ワンタロー。おい。お、どうすんだよ。おい。いや、なんか。お。ちょっと僕今レストランの仕事をしてるんですけど、今。ああ。石川の方で。ああ。いや、ねえ、いや、だからよ、おい。うん、ああ。なんだよ、はい、お前。あ、はい、はい。言ったじゃねえかよ。え、なになに、あ、いいよ、わかったよ。続けろよ。ああ。いや、なんか、うん。この冷蔵庫を。ああ。から物を飲み物を取ってその後閉めるんですけど、ああ、閉めれなくて、ああ、開けたら閉めるって当たり前のことが全然できなくて、ああ、うん、で癖をつけようと思ってるんですけど、ああ、今日ももう3日連続で注意されてて、ああ、ちょっと怒られちゃって、ああ、でどうしたらその当たり前のことできるようになるのかなと思ってちょっと相談したいんですけど、ああ。どうした方がいいと思います？やっぱ。うん。ああ。じゃあな。あとね、5分ぐらいで。うん、あと5分ぐらいで終わりにしたいと思います。
知らないよね。こんなつまらないネタ突とか知らないよね。もう、吹かすなら壮大に吹かしてほしいから、ちゃんと吹かしてほしいよね。ネタの作り方が、ちょっと、気に入らなかったわ。すっきりしました。ああ。ああ、ワン太郎。ああ。ああ、すっきりしたか。ああ。ああ、おいちゃんによ。なんかあったらよ。また来いよ。ああ。ワン太郎。ああ。頑張れよ。くだらなすぎるよね。くだらなすぎてもうついていけねえよ。もっと考えたから、もっと考えたから振ってほしいよ。まあ正直なこと言うと、うなちゃんマンでの返しがあんま思いつかなかっただけなんだけど。うなちゃんマンでスカイプ出たのはいいんだけど、返しのパターンが少なすぎて、答えらんねえわ、と思って。これダメだわ、と思って。ワン太郎のせいにして逃げようと思って。バリエーションが少なすぎると思って。俺よく考えたら、これしかできるんだよ。おい、おう、うん、いやよ、あ、ゲルゲ。モノマネのバリエーションこれしかできないのに、俺どうやってウナで返すんだろうと思って。自分に結構負荷かけてるなと思って。あ、で、ごめん、ワン太郎と思って。切るわ、と思って。うん、バリエーション増やさないと、モノマネ凸はできないわ、まだ。凸に持ってくのは早すぎたわ。まだまだだな。逃げ、そうだよ。あれは高度な技術で、悟られないように逃げるだよ。リスナーに悟られないように人のせいにして逃げるっていう高度なテクニックを使ったんだよ。こういう細かい技を覚えて配信者は成長していくんだよ。そうだよ。あのね、大体ね、絡んでディスってる時っていうのは自分に負い目がある時だから。これどんな大手配信者もそうだよ。コラボの後にディスるっていうことは自分に何かしらの配信に火があって、それに悟られないように人のせいにしてるんだよ。あれは。それよく覚えた方がいいよ。あ、誰かディスってるっていうことは後ろめたいことがあるんですよ。配信者は。エスケープだよ、エスケープ。みんなそうでしょ？枝豆にはもったいねえ。あ、俺はいいと思うよ、言うな。それ練習しよう。ちょっと練習していい？この枠で。いや、まあ、俺はいいと。違うな、俺はじゃないの。いや、ああ、俺は、いや。いやは完璧なんだよね。いや。うん。いや、俺はいいと思うよ。あ、うん、今感じよかったな。いや、俺はいいと思う。低すぎるな。いや、違う、高すぎるな。いや、あ、いいね。いや、俺はいい、うん、違う。いや、俺はいいと思うよ。うん、ちょっとまだ。練習しとく、これ、お風呂で。シャワー浴びながら、100回ぐらいやるわ。100回やったら大体できるから。うん。いやまではいいんだけど、俺のね、言い方がわかんないわ。あ、違う、わかった。あ、いや、おいちゃんはいいと思うよ。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。あ、できた。できた。おいちゃんにすればいいんだ。うん。おいちゃんにしよう。うん。やっこに醤油かけなくてもいいですよね。あれ、枝豆にはもったいねえさ、有名なセリフだけどさ、そんな使わないよね。そんなに使わなくない？俺、あれ、動画でしか見たことないんだよね。そんな多用しなくない？何々にはもったいねえわ。使う？俺、ちゃんまん生でそれ使ってんの見たことない。あと、ゆいがさんのモノマネのクオリティも上げたいから、ゆいがさんの放送もな、最近見てないから、見に行こう。シケキノコうまいんだ。シケキノコを見ないかんな、俺。ちょっと、シケキノコうなつさんまんモノマネで見てみるわ。うん。
紫かける。なんだろう、紫かけるって。っていうか、朝起きたら配信何やろっかな。だから何やろっかなって考えてる時点で、うなちゃんマンから遠いよね。うなちゃんマンって多分起きて、多分そろそろ配信やろうかなと思って企画とかネタとか考えないで、普通に枠開いても、回してるもんね。あ、挨拶忘れてた。あっすいらっしゃい。いつもありがとう。だから、それくらいのレベルになりたいよね。まあ、いつも通りやるか、みたいな。今日も配信やって沸かせるか、みたいな。そういうノリが一番いいんだろうね。俺もそういう域に早く行こう。考えない。感じる。何このエコ。いや、最近機材買ったんだよ。ほら。これは、ここのつまみをでかくすると音楽がでかくなる。ね。で、これつまみ絞ると、つまみゼロにすると音楽。要はこれパソコンの中の音をここから出せるの。ミックスできるの。ね。これ BGM。だからこれ YouTube をパソコン流してたらここミックスできるの。で、ボリュームここで変えられるのよ。で、ここが、まあ、声。あーっていう、このボリュームでしょ？声。で、まあ、あとは。あ、あのよ、おい、あー、おい。で、エコーがかかるっていう。これまあ、ミキサーとかオーディオインターフェースってやつなんだけど、ヤマハが出してる AG03 ってやつね。だからミキサーだよね、簡単に言うと。あとはまあ、楽器とつなげて、まあ楽器の音を混ぜたりとか。あとヘッドホンで聞いてる音をスピーカーとヘッドホンで同時に流したりとか。そういう機械で。オーディオインターフェース付きミキサーですね。はい。いいでしょ。だからノイズがないはずなんだよ。俺の放送ノイズ全くなくない？音超綺麗でしょ。まあそれでピンマイクで拾ってんだけど。こだわってますよ。うん、早くうなちゃんマンになりたいからね。PC 配信っていろいろあるんだね。音綺麗でしょ？うん。まあ、本当はね、ステレオミキサーっていう、ステミキとかいうのとか、パソコンの中にソフトを入れればいいんだけど、俺は音響を昔やってたから、やっぱこれが欲しいなと思って。いじりたいじゃん、やっぱ。それで考えてる。もうこれいいなと思って。うん、導入しましたよ。もう2時か、早えな。もう2時か。音綺麗でしょ？映像もね、多分かなり綺麗なはずなんだよね。映像の作りもかなり、カメラも一番いいやつ買ってるし、ウェブカメだけどね、ウェブカメの中では最高級なやつ使ってるから、他の配信者、に比べて映像も綺麗だし、音も綺麗だから、機材はもう完璧な状態だと思うよ。まあ、マイクをもうちょっといいやつに変えようかなと思ってて。こうね、マイクは、こうやってやると音がすごい綺麗でしょ。マイクって本来この向きで撮るから、ピンマイクなのね、これ。だからこういう縦の向きになって、ここにつけてるからこういう音だけど、こうやってやるとめちゃめちゃクリアでしょ。すごい綺麗でしょ。だから、マイクスタンド買って、も、これ2000円のマイクだから、いいマイク使うと、プロ用のマイク使うと、すごいよ。イケボ配信できるよ。画面暗くして。いや、みんな、いらっしゃい。いつもありがとう。なんだよ。なんだよ、アイテムくれるの？みたいな、あるじゃん、そういう配信。こういうのでごまかしてるだけだから。わかる？あ。こういうのでごまかしてんの。ヘッドホンはリアルタイムで、この中で作ってる音をここで流してるから、みんなと同じ音をここで聞いてるっていう感じ。だから、チェックできるの。うん、そう。みんなと同じ音をヘッドホンで聞いてる。だから、そう、ノンタンが喋ってても聞こえないのよ、俺は。そろそろ あ、そうだね、エリちゃん。そうだね。そろそろ旅のしおりでも作りましょう。うん。もう、旅配信は確定に近いですね。多分、今日の配信で、カニが12個なんで、ちょっと見てみますね。みんなありがとね、アイテム。
ちょっと計算します。今日の稼ぎを。カニが12個かける1500円は、1万8000円 ?1 万8000円と、1万8000円と5500円か。風船、5500円。マジかよ。23500円で、風船でしょ?メガホンでしょ?フアヌーボー、ハート16個だから、おそらく、2万4000円稼いだよ。2万4000円稼いだよ。嘘だろ。嘘だろ。2時間で2万4000円稼いだよ。おい、キャバ嬢でしょ。キャバ嬢でも時給さ、1万2000円のキャバ嬢ってすごくない?やばくない?俺、キャバ嬢より稼いでるぞ。やべえな、ほんと。ありがとうございます、みんな。ありがとう。超稼いだわ。ねえ。明日のリスワン結構いいんじゃないの?リスワンっていうかデイリーランキング。結構良さそうだよね。やば。みんなありがとう。すげえ。後で報告します、ツイッターで。後で報告しますね。ありがとう。すげえわー。いやー、長くやってみるもんだな。そうかに、まあ、下積み時代長かったけどね。下積みでお金一銭も食えないで、もう本当に、3年間ね、全然ダメだった時期もあるから。まあ、踏ん張ってよかったよ。だからさ、なんかこう、夢を追っかけてる若い子に、本当に、言いたいよね。諦めるなよって。だってさ、俺、1ヶ月前、2ヶ月前、どんな状況かって言ったら、アクティブ、ね、ほんと10とか、コメントしてくれるリスナーさん10人とかしかいなかったんだよ。昔はもっといたよ。700人ぐらいが同時に見てくれたりとかもあったけど、一回スランプに入るとダメになる時期ってあるんだよ、人間。でも諦めなかったり頑張ったりしてたら応援してくれる人絶対出てくるから、本当に頑張って。夢が叶うとは言わないけど、諦めたらマジで終わりだから。もし自分が何かやりたいことあったら、頑張ってる、と応援してくれる人絶対出てくるから、謙虚にね、夢を諦めないでください。ほんとおっさんでも頑張ればね、やればできるんですよ、うん、未来のね、配信者たちのために頑張りますよ。道を作りますよ。先輩たちが作ってくれた道があって、うなちゃんマンとか香川さんとか石川のりゆきとか金梅さんとかえみさんとか横山みどりとかね、レジェンドたちが作った道があって、そこのレールの上歩いてるけど、肥やしておけますからね。後ろの配信者のために。うん、何この締め。バカだなぁ、バカだなぁ、お前だからダメなんだよ。こうやってゆっくりアンチを囲いに帰るんだよ。お前バカだろ、ほんと。お前だからダメなんだよ、最近の配信者は。こうやって、お前これだよ、これ。これで、こういう感じにしとくと、なんだよ、ワードいいやつじゃねえかよ、つって騙されるバカがいるんだよ。騙されるバカがいるの。それいっぱい集めんだよ。バカ、お前。配信者だろ、お前。わかってねえな。はい。あ、今の嘘です。今の嘘です。ワオさんいらっしゃい。フォローしてください。よろしくお願いします。あ、風船ありがとね、エリちゃん。そう。こうやって締め、終わり良ければ全て良しですから。最後ありがとう。最後ありがとう。よいしょ。急ぎまーす。はい、じゃあみんなお疲れ様。みんなお疲れ。みんなありがとうございました。高速で行きます。1回、2回、3回、お疲れ様でした。4回。5回、6回、7シーカー出ました、久しぶり。お疲れ様、彩香お疲れ。8回、お疲れ、京子、騙されましょうか、ありがとう、フォローしてね。9回、みんなありがとうね、お疲れ、古代、いつもありがとう。10回、古代も、風船ありがとうね、古代さん。11回、お疲れ、万太郎、頑張れよ。お前も早くこっち側来いよ。12回、13回。どっち側だよな。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バットボタン押してんねん、もう。